第43代アメリカ合衆国大統領となるジョージ・ W ・ブッシュの1回目の就任式は2001年1月20日土曜日にワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の西側正面で行われた。これは54回目となる就任式であり大統領のジョージ・ W ・ブッシュと副大統領のリック・チェーニーの1期目の始まりとなった。 12時1分に最高裁判所長官のウィリアム、レンキストにより就任先生が取り行われ、副大統領の就任先生もそれに続いた。宣誓式にはおよそ30万人が参加した。これは21世紀及び3000年期に初めて行われたアメリカ大統領就任式であった。就任式前夜にダー・コンスティテューション・ホールで、 ローラ・ブッシュ主催による、米国作家のための祝賀会が開催された。また就任前のエンターテインメントとして、ウェイン・ニュートン、ブルックス・ダン、リッキー・マーティンがパフォーマンスを披露した。2000年アメリカ合衆国大統領選挙の結果と、混乱への抗議として数千人もので母体が、ワシントン DC の就任式典に現れた。抗議者のうち人が逮捕され、また最初のパレード中に、 ブッシュのリムジンには群衆からテニスボールと卵が投げつけられた。パレードは2001年のマイケル・ムーアのベストセラー本、アホでまぬけなアメリカ白人で嘲笑された。ありがとうございます。